にちは。こんにちは。池田しおりです。渡辺です。はい、今日は私がよくやっているポニーテールアレンジをご紹介していきたいと思います。はい。お客様にもよくやり方とかを聞かれるので、もしご興味ある方やってみてください。はい。はい、では動画スタート。ホリスティックキュアストレートを使います。毛先を内に丸めます。ベイビーヘアオイルを使います。4滴出します。オイルを全体的になじませます。顔周りはこのぐらいの量を下ろします。後ろの高さはだいたい後頭部ぐらいの位置で結びます。表面のところだけ少しほぐします。下の髪の毛をこのぐらい取り分けます。ゴムに髪の毛を2回巻きつけます。で、少し下の方でゴムを使って結びます。で、髪の毛をギュッと締めるとゴムが隠れてくれます。顔周りの髪の毛を前に持ってきて、ストレートアイアンを中間から外巻きになるように通します。残りの髪の毛を内に巻きます。顔周りの毛先にもオイルをつけてなじませたら完成です。最近、お客様によく聞かれる、ポニーテールアレンジをやってみました。やり方はすごくシンプルなんですけども、ちょっとツヤっぽく見えたりとかルーズっぽく見えておしゃれに見えるので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。さよなら。